かけパスタオープンってなってる。タナシの話使っていいの？でお前を利用しとったんだよな。上司の一人がなんかお前本性見せたなみたいな言い出して。若い時のやんちゃはかっこいいを履き違えてるだけなの。うん。お、あんかけパスタオープンってなってる。安と思ったらトッピングでした。いや今日でも半額だ。半額。分からん。俺はやってくれんかもしれんけど。なんか紙くれると思う。お前は出せよって。どうしてどうして。メニュー表見えんだろう。いや逆向き。どういう遊び？逆なんだ。どういうこと？あの逆にして視点が逆らしいもん。意味わからんや。おお、じゃあこの写真撮るや。いいでしょ。アイスじゃないです。マスカルポーネのチーズなんで、ちょっと味変で。アイスだったら気狂ってんのかな。フェーズはどれにしますか。ミラタンかミラネーゼかって。どっちか。中卒だからちょっと分かりやすく。いつオープンしたの。7月。7月、はい。あ、なんか俺あれ見たら半額って言ってたじゃん。超半額なの。オッケー。食いまくれよ。メガ盛りで結構ね、 M サイズでサイズ大きい。いや、ドック少ないと思うね。わかりました。風動かすからね。これがクリーム。他にもなんかお店やっとったよね。他にはあのエステサロン。エステサロン。男性も行けるの？男性も。前行っとったじゃん。メンズエステもやってます。メンズエステって。そう。エロいやつ？え？エロいやつ？エロくないやつ。まず A か B で選んで。A。A が何人ですか？みんな2つ。で二つでいい。はい。B。これだ。これで冷蔵どっちか選んでもらう。野菜かキノコか。野菜も入ってるか。ウィンナーでしょ。ウィンナーも両方。じゃあウィンナーは両方入ってる。マスカルポーネのメガ1個と普通の A のメガが1個。ビニールはないでしょ。適当に。タナシの話使っていいの？お前大丈夫？お前が嘘ついとったらまたお前叩かれるぞ。お前ちょいちょい嘘つくでな。お前その案外仲良かったお前らが何があったんですか？仲良かった。仲良しなんてレベルじゃねえ。だからあいつはだってあれだよな。もう霊長霊信者だよな。霊ためだな。本当嫌な顔してるじゃん。いや、レイちゃんはそういう弱いやつってそうじゃん。僕の上にしてすごい。これやばないこれ。じゃあパスタ乗ってることは出たんだよ。逆しアイス乗ってたんだね。すごいですよね。インスタ映えするってことは写真撮ったほうがいいじゃん。ここ映さないとコーンを。あ、もうちょっとこっち。そうそうそう。あ、じゃあそこ絶対いらん。それ邪魔。じゃあブーメランなら動かさないと。え、コーンが見えてないから。じゃあここまで映した方がいいですよ絶対。全然もうダメだ。なんだ分からん。全然ダメ。いただきます。いただきます。これ結構ガッツリ系のパスタだな。なんかおしゃれパスタみたいな。うせえやつもあるじゃん。うまそうじゃん。チーズ入れます。で入れ、粉チーズ取っていっちゃう。どう？めっちゃうまい。けど今こうやった時のタバスコの匂いがこっちから来るやつが。タバスコ美味しいよ。匂いする。こっちの匂いすごいもん。めちゃくちゃ言われるじゃん、かけただけで。それでは、タナハシネタ聞きたいよ。はい。どうやって裏切るの？
なんか月一である会社の会議に行った時に、うん、まあ、田橋が僕の女に車を貸してて、うん、でまあ車がなくて多分乗せてきてもらったんですよ。で会議終わった後に田橋車はみたいなの聞かれて、社長に、いやその職人に、でいやずっとあのいやいやみたいな感じで、うん、でちょっと経ってからなんか実はみたいな、車鍵取られてかなんかって言い出して、レイ君に、いや僕の彼女に、お前の彼女、はい、じゃあお前の前に行った、そうです、で、呼び出されて1時間ぐらいずっと喋ってた。レイとその田中と一緒に、はい、3人で、いや、4人いて、4人、上司みたい、そうです、まあ、お前車取ったのかな、はい、で、まあ、鍵のやり取りしてるのを目の前で見てたんで、うん、まあ、ずっと嘘ついてたんで、だんだんイライラしてきて、うん、まあ、嘘つくなよって言って、うん、で、だから田中はレイに取られた、女に取られた、そうです、いいじゃない、その女に取られるわけ、それを上司と信じて、そうです、なんか言い出し、で、田橋が言ってることがずっとコロ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 変わるんで、うん、もうその時間帯で嘘ついてるの分からないんですかっていうのを上司に言ったんです、うん、いや、俺らその場を見てないから何とも言われへんみたいな、でもチェーン、はい、うん、で、言ったら、なんかその上司の一人がなんかお前本性見せたなみたいな言い出し、あ、レイ君、そうです、え、レイ君に言うとか、はい、本性見せたなんで、でまあ、お前なんか本性見せたなみたいなこと言い出したんで、うん、まあ、それでまた口に来て、うん、まあ、上司なんですけど、うん、何みたいな、うん、って言ったらなんか社長がなんかその人に盾ついたみたいな言い出して、社長が、はい、問題点が変わったよな、そうです、ほんでほんで一旦そこで話は終わったんですけど、まあ、その時に僕辞めるんで、あ、もうそれは言うだけやりますわ、はい、うん、なんでその場に退職届を持ってきてくださいって言ったんですけど、うん、まあ、次の日は現場出てほしいみたいな言われて、まあ、まあ出ようかなとなったんですけど、よくよく考えたらなんであそこまで言われて出なかったんだろう、で、まあ、帰ってから電話でなんか半日しか出んでいいみたいな言われたんですけど、まあ、その半日出るのも嫌ですって、それはお前が悪いわ、まあ、すいません出ないか、俺な出たんですけど、あ、出たんだ、はい、おー、おやじ、まあ、何人かにはちょっと止められたんですけど、うん、やめやめやめ、辞めさせると間違えたみたいな、まあ、言ってくれたんですけど、うん、まあ、もう辞めるって決めたし、いいかなみたいな、そういうこと、はい、まあ、大丈夫かな、もう一回本当だね、それから行って帰ってくるのが全然よかったから、行って止めやがったもんね、まあでも、そうか、まあ、どっちもいいも悪いもないと思うよ、俺はね、まあ、性格はまだお前は嘘とかつきたいでしょ、走って逃げてみたいな捕まる前に逃げてみたいな、そうそうそう、まだ子供っていう意味ではレイ子供かなと思うけど、ただしだから嘘というかコロコロ意見変えるあれはもう直らんわ、あれ40になってもらうあれだけど、ちょっとやんちゃでサボっちゃったりとか、やんちゃでちょっと車で悪さしちゃったりとか、いろいろあって、やんちゃする分にはいいんですよ、大人になってそれが続く人もいるけど、うん、大半丸くなるじゃない、そうそうそう、やんちゃはな、はい、若い時のやんちゃはかっこいいを間違えてるだけなの、うん、まだいいんですよ、そうそう、だから人騙すとか裏切りとかそういうやつだったかもないけど、あいつはもうチャラ平だもん、で自分のあれがないよ、意思がないから、意思がない、その場しのぎに動いてるから、そうです、あの時捕まったとか、そうじゃん、なんか動画で見てるから、レイ君がいるときといないときで違うもん、レイさんが、レイさん、ありがとうございます、じゃあちょっとパスタが名古屋一に似合う女、はい、レイ君の女です、あ、閉めるか、うん、どう、味はどうだった、とても美味しい、なんかどこにでもありそうな意見を言わないでください、今日は店の名前がアモール、アモール東区のアモール、その友達がやっとるので、ぜひまたみんな使ってください。はい。はい、お願いします。例も来て、まあ、ぶっちゃけ俺はどんだけ持ってたかなって思うんだけど、ただな、頑張って、俺は一生懸命、出るといいと思います。はい。
皆さん、チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てねー。